エバーギブン、またはエバーギブンはゴールデンクラスの世界最大級のコンテナ船である。今治造船の子会社である昭栄機船が所有し、台湾のコンテナ輸送、海運会社である昭栄海運が運航し、パナマで登録されている。エバーギブンは今治造船が開発した今治2万設計に基づいて建造された13隻のコンテナ船のうちの1隻である。 全長は399.94メートルで、現役のコンテナ船の中では最も長い部類に入る。船体の幅は58.8メートル、深さは32.9メートルで、荷物を満載した状態では14.5メートルの水深がある。エバーギ分の総トン数は219,079トン、賞味トン数は99,155トン。 最下重量トン数は198,886トンで、ある。本線のコンテナ容量は、20フィート換算で 2124TU である。多くの大型コンテナ線と同様に、エバーギ分の推進力は、固定ピッチのプロペラに連結された低速の2、ストローククロスヘッドディーゼルエンジン1機である。手機は、三井マン B&W 車製の11機等11。 G95MEC9 で、定格出力は5 9 3 0 0ット、サービススピードは時速 42.2km である。また、ヤンマーの8気筒ディーゼル発電機 8A33、リンウッドを4台搭載している。港湾での操船のために、エバーギブンには 2,500kW のバウスラスタが2機、搭載されている。2019年2月9日、 ハンブルク港近くのブランケネーゼで、長さ25メートルのヘドックフェリーボートに衝突し、大きく損傷した。衝突の2分後には、強風のためエルベ川の通行禁止令が出された。2021年3月23日東欧時間7時40分、単純ペレパスからロッテルダムに向かう途中、スウェズ運河を通過中に座礁し、横向きになって運河を塞いでしまった。 船舶管理会社ハンブルグに本社を置くベルンハルト、シュルテの子会社であるベルンハルト、シュルテシップマネージメント社は乗組員25名全員が無事で負傷者や汚染の報告はないと発表した。エジプトの気象学者によると座礁した日は強風と砂嵐の影響を受け、風速時速 50km にも達したとのことである。定期汚染契約している。 町営海運車によると予想外の強風のために座礁し、それにより派生する第三者への責任などに関連する費用や、船体の損失はいずれも選手である省営汽船が責任を負うとの声明を発表した。運河の一部には障害物を迂回することができる古い区間があるが、今回の事件は運河の中でも水路が一本しかない公海側から、 運河 20km 程度入った箇所で起こった。座礁した時、同船は北行きの船団の5番目で、後ろには15隻の船があった。両方向の交通が遮断され、座礁当日に100隻以上の船が渋滞し、最大400隻近い船舶が運河両岸で滞留することになり、一部は見通しが立たない閉鎖解消に見切りをつけて、アフリカ大陸を迂回する。 希望本航路へ変更する船舶も発生した。座礁当日には8隻のタグボートが船が挟まっている運河護岸の砂を取り除く浚渫を行い重機と作業員で協力して船を離礁させようとしていた。24日に動船を技術的に管理する BSM 社は動船が部分的に再浮上したというこれまでの報道を否定している。一夜明けた25日朝、 救出作業が再開された。また、貿易専門家の間では、閉じ込められた船だけでなく、スエズ越えを予定していた船が無期限に遅延することによる供給危機が懸念されている。エジプトの政府関係者は、船の再浮上には少なくとも2日はかかるだろうと述べたと報じられている。スエズ運河庁の責任者であるオサマラベ中将は、スエズ運河は、航行の回復を確実にし、 世界の貿易の動きに貢献するために、いかなる努力も惜しまないと述べている。28日に、スエズ運河町のラビア長官は、積載されているおよそ18,300個のコンテナの一部選手側600個のコンテナの荷下ろしを検討準備するようエジプトのシシ大統領から指示があったと語った。十九日の午前になって、戦備側の離証に成功し進路をント。 復旧したとされ、同日午後に、選手側も離床に成功し、数隻のタグボートに栄光されながら、自力航行を再開し、運河途中にある、グレートビターコメで栄光され船のダメージなどを、調査後最終目的地へ向かうとされ、省営汽船は、多大なる協力へ感謝する発表を行った。また、スエズ運河庁は、今後、事故原因の究明に向けた調査が行われ、 気象要因だけでなく、技術的、もしくは人為的なミスが主要な原因になった、可能性も含め究明し、保証やその責任を求めていく見通しとしている。4月になり、運河町は選手に当たる省営規制に対し事故に、対する、賠償金、総額9億1600万ドルを請求したが、省営規制は賠償金打ち分けが不明で金額の、 妥当性をめぐる協議が折り合わないので支払いを保留しているとし、運河町は賠償金支払いが行われないため、現地裁判所命令によって、同線は差し押さえられる事態になっている。なお4月14日、現在、同線は依然、グレートビター湖経流地に停泊していて乗員は、全員健康上問題はないとされている。ありがとうございます。